リゼロのイフルートで2番目の作品、ゼロから重ねる異世界生活を今回紹介します。リゼロにおけるイフルートは、もしあの時、スバルが本編とは全く異なる選択をしていたら、物語はどう展開していたのかという内容になっています。中でもイフルートにおける夏希スバルという存在は、本編では見ることができないような仕上がりになっています。個人的には本編のスバルよりもイフルートのスバルの方に魅力を感じます。最近リゼロを知ったという方、アニメ勢だから書籍を読んでないし話がわかんないかもという方にも、今回紹介するイフルートはぜひとも読んでほしいんですが、注意点があります。アニメ勢の方や5章をまだ読めていない書籍勢の方は、重ねるを読んでしまうと多少ネタバレになりうる可能性がありますので、この辺はお気をつけください。本編以上の刺激を味わいたい方には特におすすめできる作品でもあります。今すぐにイフルートを読んでとは言いませんが、ぜひこの動画を最後まで見ていってくださると嬉しいです。この先の内容はあくまでネタバレ OK の方向けになっています。それでは行きましょう。もしかするとイフルートのデビューが今回の重ねるの方もいるかもしれないので、本題に入る前に、今回紹介するイフルート、ゼロから重ねる異世界生活における本編との分岐点についてお話しします。このルートの分岐点は4章からとなっており、もしあの時夏希スバルが強欲な魔女エキドナと契約を結んでいたらどうなっていたか、これが今回紹介するルート、ゼロから重ねる異世界生活になります。本編ではスバルが契約を結びそうなところ、フンドの魔女ミネルヴァが水を差してきましたが、このまま契約を結んでいたらどうなっていたかが本編でわかります。では早速紹介していきます。このルートではエミリア陣営がかなり変化しており、本編でのエミリア陣営はこのメンバーですが、こと今回のルートではこのように変化されています。では順に見ていきましょう。このルートでの夏希スバルは通称自殺天気予報士と呼ばれています。その理由は最後にお話ししますが、このルートのスバルはエキドナと契約したことで強欲な魔女をバックに潜ませ、あらゆる局面でもエキドナが知恵を貸してくれるので、時間をかけずに現状では最も適した答えを出せるようになりました。しかしその答えが本当に最適だったのかは分かりません。現状スバルは最も正しい道を進もうとしているので、そのためなら死に戻りを行使することには一切の躊躇がありません。2章では初めて自決という行為を取りましたが、それでも最初は戸惑っています。ですがレムが死んでしまったという事象をなくし、やり直すために自ら死に戻りをしたり、3章の幕開付近ではレムが暴食の被害に遭ったと知った時にも彼女を救うために自決したりと、本編では稀に自決する場面があるだけで、基本スバルは自殺する選択を取りません。しかしこのルートにおいてのスバルは、最適な道を進むためには死に戻ることに躊躇しないため、何百何千と死に戻り回数を重ねています。全てを救いたいと願うスバル、しかし他者を救うということにとらわれすぎてしまう結果に、そして4桁に至るまでの回数死を積み重ねていくとどうなるか、他者を救えるのであれば自分の命などと自身の命の価値を軽く見るようになってしまいました。それに他者を救うというのは着眼点を変えれば命さえ助かればとも見えてきます。このルートのスバルは他者の命を救うことにとらわれすぎてしまい、結果的に他者の命以外に目を向けることができなくなり、心までも軽く見てしまうことになっています。挙句の果てにスバルは買い物に出かける予定のペトラへ天気を伝えるためだけに死に戻りを行使しているため、自殺天気予報士と言われています。このルートでのエミリアは墓所で経験した過去のトラウマを乗り越えることができず、かつエミリアが見た過去の思い出は彼女の心を砕き、それ以降は立ち上がることができなくなってしまいます。結果的に聖域の解除はスバルが成し遂げたため、エミリアの精神状態はとても不安定になったまま停滞、今はスバルに依存していることでなんとか立ち上がれていますが、とした瞬間で力を暴発してしまうほどエミリアの精神は安定していません。加えて本編のエミリアとはかなり印象が変わっています。まずこのルートではエミリアは髪を短く切っており、スバルが今日は一日勉強をしててと言えば、その言いつけ通りに勉強したりとスバルの言う通りにする、スバルなら間違わない、スバルを信じてる、エミリアのスバルに対する思いは絶対になっています。エミリアに立ち塞がる障害はスバルが排除してきているため、彼女の命その先の未来などを守っていますが、その代わりエミリアの心の今をスバルは犠牲にしてしまっています。このルートでのロズワールは彼の思い通りにことが進んでいるため、内心ではかなりこの状況を喜んでいるそうです。そのためスバルからすげない態度を取られても気にすることなく有効な態度を崩さずに接してきます。すべてがロズワールの思惑通りになっているため、スバルへの協力も有効的です。
このルートでのラブは本編とかなり変化しています。エキドナと契約したことでスバルの周りには無数の変化が訪れています。その中でもラブの変化は一番とも言われており、聖域での一件、それ以降のスバルの大きな活躍、今までの大きな障害を乗り越えてきたスバルへの態度は激しく変わっています。ロズワールへの思いをより一層強め、彼がスバルへの態度を改めたため、ラムの中でナツキスバルという存在は彼に敬語を使うほど敬う存在へとなっています。しかしこのルートではロズワールの思いを強める一方、妹であるレムのことはグマイと呼ぶほど情が薄れてしまっています。このルートでのレムは未だ暴食の被害で眠ったままの状態になっています。ラムがレムをグマイと呼んだ際、スバルはきつく言いつけるように注意しています。全てを救いたいスバルは必ずレムを救うと決意を固めています。暴食を問いただせば救い出せるかもしれない。しかしプリストラに赴いた際には憤怒、強欲、色欲しか現れず、肝心の暴食は姿を現しませんでした。賢者の知恵を借りるためプレアデス監視塔に赴こうにもエキドナから意味がないと結論付けられ、残された道は竜の血を得てレムを眠りから救う方法。その血を得ることができるのは王国で最も高貴な地位にいる者だけ。よってスバルはエミリアを王にするためにその障害を排除していき、彼女を支えてきました。エミリアが王になれば竜の血が手に入り、レムを救うことが可能になると。ですがレムを救うためにエミリアを王様にするのついで感覚ではなく、エミリアを王にすることがレムを救うことにつながると、スバルは最初心に決めた思いを貫いています。自殺転機法師と言われているスバルですが、このルートでもレムを救うことに全力を注いでいます。このルートでのラインハルトはかつての主人であったフェルトが突如姿を消してしまったため、無力感で染められた状態のラインハルトに手を差し伸べ、エミリア陣営へとスバルが招きました。しかしフェルトがラインハルトの前から姿を消したのは実はスバルが一枚噛んでいます。エミリアを狙う魔女教の脅威、クリステラでの一戦はラインハルト抜きでは犠牲は必ずつきものでした。何百もの死に戻りを繰り返しても活路が見れず、理解できたのは圧倒的に欠けている力。その足りない力を得るためにラインハルトという最強のカードに目をつけ、彼を陥れ自衛に引き込むことでその力を補うことに成功。ラインハルトを引き込むには主人であるフェルトを王戦から離脱させること、時にはラインハルトと敵対し敗れたこともあったスバルでしたが、結果的に誰一人と犠牲にならずことは成し遂げられました。肝心のフェルトはロムジーと共にカララギへ亡命しており、その事象をラインハルトは知っていません。このルートでのガーフィールも当然変わっています。聖域での一戦でガーフィールは聖域を解放しようとするスバルたちを妨害してきます。しかしエキドナと契約を結んだスバルは死に戻りを行使して試行錯誤を繰り返し重ねました。その結果スバルは聖域にいる全員の行動を把握し、ガーフィールを無視することで根本的に彼の妨害を無力化しました。試練を秘密裏に突破して聖域を解放したスバル、ロズワールがリューズさんへ根回しをし、聖域にいる全員の避難を誘導、大ウサギという難題が降りかかる前に全員を逃がしました。それでもあがこうとするガーフィールでしたが、これまでの事象を知るのは全てが終わった後。それでも聖域に残ろうとしたガーフィールでしたが、大ウサギの襲撃で瀕死状態に。そこをスバルとロズワールに救われました。結果的にガーフィールの心は傷だらけな上、過去のトラウマも克服できていないため、スバルに対する態度も相変わらず、むしろ以前よりも憎むようになっています。それでもラムやフレデリカの説得で形だけでもエミリア陣営に入っています。このルートでのベアトリスは禁職を失ってしまったため、母と交わしたその人を待つという約束が果たせなくなってしまい、母の言いつけに背いた上契約も放棄。それなのに自分は生きている。スバルに強引に無理やり助け出され、チョコを失ったことで約束が果たせない現状に深く絶望してしまい、部屋の片隅で散りこまり、みじろぎすらせず顔をうずめている完全な引きこもり状態に。屋敷が燃え盛っている中、ベアトリスはチョコから出ようとせず、そんなベアトリスを強引に連れ出し、禁職を彼女から失わせ、その先の日々が絶望と涙で埋め尽くされようと、命さえ助かればそれでいい。現にスバルは何千にも及ぶ試行錯誤を繰り返しましたが、誰も死なせずにベアトリスを救い出す道をスバルは見つけ出すことができませんでした。たとえ心が絶望し拒絶されようと、スバルは懸命にベアトリスと向き合い続けています。このルートでのオットーはスバルの回想シーンで登場しただけでしたが、それでもオットーのかっこよさは本編だけでなく、このルートにおいても同じでした。オットーはスバルからの恩を返すために何かと報いたいと思っていました。しかしスバルは誰の手も借りず、立ち塞がる障害をたった一人で乗り越えてきました。そんなスバルを見ていたオットーはやがて一つの結論に達します。夏希スバルは誰の助けも求めない。何かやろうとしても一人で難なくこなしていく。その上で周りの大切な存在を救おうとしている。その中に自分も含まれていると分かったオットは、
恩返しとして降りることを決め、スバルの前から去っていきました。こうすることで全てを救おうとするスバルの手間が少しでも省ける。オットーはスバルを友達だと思っていましたが、対するスバルはどう思っていたのか。聖域での一件、大ウサギを退け、ベアトリスを燃える屋敷から救い出し、その何もかもを一人で乗り切ったスバルの前から、オットー数円は去っていきました。その去り際にスバルはオットーを呼び止めはしませんでした。エミリア陣営に残っても危険から遠ざかるわけではない。去っていった方がオットーのためだと思い、オットーの意思を尊重しての行為とのこと。たった2週間の付き合い、大した縁でもないと切り捨てているようにも思えてきます。このルートでのエルザは表上ではなく裏で密かに汚れ仕事を担っています。燃える屋敷からスバルが助け出した分、表で動けないスバルに代わって裏で行動してもらう協力関係にあります。陣営のトップであるエミリア、牽制として表上一定以上の評価があるラインハルト、数々の難題を犠牲なく乗り越え、ここまで進んできた夏希スバル、そして裏で密かに動いてもらい汚れ仕事を任せているエルザ、それ以外ではスバルの緊急死に戻り装置としての役割を担っています。このルートでのペトラはラムとは変わらないほどメイドとしての技量を上げており、重ねるでは何かと暗い展開が多い分、ペトラに関してはさほど変わらず明るいままなので、本ルート唯一の癒しとも言えます。このルートでのエキドナはスバルと契約を結んだことで、あらゆる面でスバルへ知恵を貸しています。スバルが首に下げている結晶石から思念波が流れ込んでくるため、夢の世界へ行かなくともスバルとエキドナはパスで繋がっていることから、現実世界でも会話することが可能になっています。またそのペンダント状にしている結晶石から現実世界を覗き見ているそう。契約を結ぶ上での約束として、スバルにはまず最初にドナチを飲むことが約束されています。現状魂のみの存在のため、物理的な力ではなく知恵を貸したりや相談事など、本ルートではスバルに物事を最適にこなすための必要不可欠な存在になっています。長月達平先生の補足情報によると、スバルは3章クリア時には5回ほど死んでいますが、エキドナが力を貸してくれた場合は1万回くらい死んでしまうらしいです。違う選択をした場合、どういった結果が待っているのか、それが見たいからとのことですが、クリアはできます。その先が見たいから。ちなみにエキドナは本ルートのメインヒロイン的立場にいます。チラチラとエキドナの本性が見て取れる場面もありますが、中にはドナチを飲む際にむせてしまったスバルの背中をさすってあげるなどの一面も見れます。スバルが救いたい全ての命は前例をかけて守るために知恵を吐き出す。のためにスバルもエキドナの突きへの好奇心を満たしてほしい。お互いにメリットがある関係だと彼女は述べています。はい、ということで今回はスバルがエキドナと契約を結んだ場合のイフ、ゼロから重ねる異世界生活についてざっくりとでしたが紹介しました。最後にリゼロのイフルートは全部で5つ存在します。ハッピーエンドを見たいならこのルート、イフから始める異世界生活、エミリアのためなら何だってする、残虐性に満ちたこのルート、ゼロから過つ異世界生活、重度の人間不信と疑心暗鬼を発症し現代知識をフル活用するこのルート、ゼロから溺れる異世界生活、意味が分かった時点でバッドエンドは確定しているこのルート、ゼロから継ぎはぐ異世界生活、エキドナが好きならとりあえず読んでおいた方がいいルート、ゼロから重ねる異世界生活、もし気になるルートがあればぜひ読んでみることをお勧めします。ですがネタバレ等には必ず気をつけてくださいね。じゃあ今回この辺で終了します。チャンネル登録するかはお任せしますが、せめて高評価を押していってくださると嬉しいです。僕の励みになるので。ではお疲れ様でした。